タイガーファンンディング新しい未来をつかみ取れうー、地元の自民党の県議とは仲がいいです。けど公認は、えー、とされてないのか、えーとはい、してもらえないのか。公認はされないです。当選するまではやっぱり公認されないっていうのが伝統としてあります。なる,なるほど。じゃあ、自力で受かってくれ自力で受かって考え方が近いのはどこですか、はい 考え方が近いのは自民党です考え方が近いというよりも自民党でないとなかなか政策実現ができないとじゃあ受かったら自民党に入るんですかはい入りますうんなるほどそのため大きな会派に入っていないとどうしても発言権が得られないとな,なかなかあの変わったキャラクターじゃないですか、はい、自民党さんは入れてもらえますかね自民党は入れてくれます なるほど。はい。で、県議会議員の一人と,と一緒に挨拶しながらビラ配りしたりとか、まあそういうことをしたりしてるような感じで、まあ。で、自民党の活動もされてるってことですね。活動しております。うん、はい。わかりました。これ、そのリターンの、その子、市の候補予算で出演者、出演者って募れるんですかはい。募れると思います。そうなんですか、ね、はい。全くできないっていうことはないです。できる可能性は結構あると思います。 6割ぐらいいあると思いますその候補されるかどうかも6割でそもそもが当選するかどうかもわからないですもねっていう中で150万をはいはい <laughs> はい <laughs> これ逆にそうさん落ちちゃったらどうするの <laughs> 船橋で、まあ、落選したらただで残念会やってあげるよと友達の居酒屋店主で言ってくれてる人がおります そこにご招待してお詫びいたします。そうか。ご自身まあ2回落選されてるんですよね。はいです。なんかこう。 かかありますかその理由というか自分でこう思ってるところというかはいあります、うん、そこど,どの辺ですか志願者から令和の虎へとなり上がる株式会社 SGGK グループインターナショナル代表上隼と家庭で味わえる本格牛タンを武器に完全オールを達成 YouTube チャンネル開設などおうちでマジ牛タンの勢いは止まらない 牛タン会の独眼流が志願者のプランを切りばき、新境地へと攻め込む。元気が足らなかったなと。元気が朝演説をするときに、もう通勤の人、会社これから行くのに大きい声で声かけちゃ迷惑かなと、ちょっと気を使いすぎて小さめの声にしたんです。逆にそれが、ちょっとこの人声小さい、元気頼んないなと、マイナスだったかなと。 あともう一つは自分らしさっていうのを非常に押し殺して選挙出たんですね。今回は100%そうしたとで選挙戦えば可能性あると。皆様あまり興味ないかもしれないですが、日本で初めて芸雑誌を作ったバラ族っていう雑誌のですね、社長で伊藤文学っていう89歳の人物がおります。まあ、選挙出るって言ったらなぜかその人がですね、 まあ、うぐいすじょうみたいに自分が選挙カー乗って演説したいって言うんですね。なので、その、伊藤文学さんと一緒に選挙カー乗って演説したりですとか、その時に、まあ、ギャザリング持って選挙出ますっていうのも。そうそう。はい。さっきからちょちょふざけてる、ふざけてるなんて言けどあ、とんでもないです。あの、今日来た目的って何ですかね。今日来た目的はお金これ取れると思って来てないですよね。お金取れると思って来ています。 はい。どうして株式会社ハレルヤ代表斉藤智春世界で絶大な人気を誇るカードゲームマジック・ザ・ギャザリングの専門店を運営通信販売実店舗経営 YouTuber トマハッピーとしての活動で年間売り上げは30億を超えるホビー界のエヴァンジェリストは相手のライフを癒すのかあるいは強烈な一撃を叩き込むのかこれはどうしてこれでお金出るんですか 僕ら側に立って、はいはい、まあ政治で、ね、市議会議員さんが市民側に立っても考えるのと一緒っすよ。ね。行政側だけじゃなくて市民側にも立って考えなきゃいけないじゃないですか。虎、はい、側にも立って考えてみてください。これで、なんで僕ら150万ポンって出んのこれはやはり、虎の方もですね、非常に人生成功してると。この中で、やっぱり、なんか満たされないなという気持ちを、 もしかしたら、抱いてる方もいるんじゃないかなと。この時にですよ。この創したとに金出したら毎日俺は眠れなくなるんじゃないかとかですね。味わったことないスリルが得られるんじゃないかと。じゃあ出してみようっていう人、もしかしたらいるんじゃないだろうかと。うん。いうことで真剣に来ております。じゃあその、勝率が高いとは思ってないけど、ワクワク、リターンとしてワクワクさせれるんじゃないかみたいな。そうですね。はい。非常に、 6月13日スタート、投票日6月20日日曜日と、選挙管理委員会船橋市から公表されております。私にお金出したら6月20日まで寝られないですよ。<ー>はい、宝くじ買うような感覚ですかそうですね。そうですね。<laughs> なるほど。2回選挙に落ちた人間に3回目出るからお金出してあげた人ってこの世にまだいないと思うんですよ。 い,やいるんじゃないですかね。いい、るんじゃないですか150万もとかでしかも令和の虎で出すっていう、うん、これは日本でまだ誰もやったことがないしかもる人ある選挙です、ね、はい。難しいですよね受かるのは、うん、私は JR 津田沼に住んでおりますあそうなんですね。津田沼の前原西というところでございますあの武田塾の人が出してくれたのかといったらもう相当 全然わかんないですよ、そんなの。8000ぐらい集まると。<laughs> はい、はい、はい、はい。いや、すごい、あの、好きなんですけど。ああ、ありがとうございます。お金を出す手は1ミリも動きそうにないんですよ、まだ。ええやその、まあ、それはそれ、これはこれみたいになっちゃってる状態ですよね、今。はい。あの、面白いんですけど。<laughs> はい。交換はすごい高いんですけど。はい。 いやなんか、うん、これこれ自体で自分自身をこう世に売りに来たのかなとか修行しに来たのかなとかいろいろ考えちゃうんですよね、はい、本気でお金を取りに来たその思いとか、はい、こう説明っていう感じっていうよりはなんかパフォーマーだな一種のみたいな状態見えちゃうんですよね失礼ながら実はめちゃめちゃ真面目です、はい、た,ただなんか資料とかも申し訳ないですけどちょっと簡素な感じがするんですね あの取りに来られててるののかなっっうのはちょっと北川社長優しいからオブラートに積んで簡素と言ってますけどね、うん、これは手抜きですよねもう少ししっかりかけることがあったんじゃないかなと思っちゃいますよね独特なキャラクターで虎の心をつかむ志願者だが虎たちが資料に目を通すと一点風向きが変わる襲い来る虎の牙 この場をどう切り抜ける新宿の歌舞伎町みたいな、きらびやかな町に船橋になってもいいんじゃないかという思いがとても強くあってですね、眠らない町船橋っていうぐらいに僕はしたいと思いが強くあるので、それを水商売の世界からじゃなく、政治の側からやりたいということで、 いいいと思うんですけどね、僕らは別に船橋関係ない人たちなんで、うん、林さん以外は。ない,のないのと、100歩譲って、まあ、この検討をするにしても、やっぱそのじゃあなんでそれを資料に書かれてないのかなっていうのは、やっぱりそこに戻ってしまうのと、SNS とかもそんなにまだ今されてないってことなので、どうやって市民の方に伝えるのかなっていう、それは該当だけですかねそうですね、まあ。ブログなんかもまだ 50アクセスぐらいしかないです。1日更新しても。YouTube もまだ5か6ぐらいしかアクセスがないです。まずは JR 船橋駅に立って演説して、まあこういう喋り方なんですが、活動するので、フォロワーを着実に増やしていきたいと。ネットで選挙行かない若者、投票行かない73%ぐらいの人に訴求できるような話術や 人との接し方をですね残り3か月で短い期間なんですが自分で修行して選挙必ず当選したいと思っておりますさっき落ちても何度でも再挑戦しますって言ってたんですけど、はい、その次の挑戦チャンスまでの期間は何をされる予定なんですかもし落ちちゃったらその期間は宅建を持っているので、はい、不動産の管理の会社で働きながら 選挙資金貯めよじゃあお金を貯めることがその何かでお金を貯めつつ暮らすことがその最短ルートというかはい結局は選挙にチャレンジチャレンジでだんだん名前売ってみたいなはいで何回落ちてもやればそのうち通るんじゃないかみたいなはい今回のこうチャンスっていうのは例えばライバル 候補者が何何人ぐぐららいいて、はい、自分は何割ぐらいも,うもちろん絶対抜けるっていう気持ちでいくと思うんですけど、はい、何割ぐらいこう選挙受かりそうなんですかねイメージ5割です5割はい、うん、それがじゃあもしダメでも次は7割とかその次は8割とかってだんだん流し入れていつかはみたいな感じなんですね高めていけるようにという気持ちも持ちながら今回必ず受かるぞという思いで出ます 必ず受かるためにお金が欲しいんですよね。はい、そうです。で、やっぱり、僕、やっぱま、また戻るんですけど、ちょっとこの資料に誠実さがあまり感じないんですよね。うん。選挙に出て、これ、例えば、まあ、僕らじゃなくて市民の人だってこんなの見たら結構へって思っちゃうと思うんですけど、ど,どうですか ?SNS だって、これ書かれてないですけど、9人だって何の媒体かも書いてないし。はい。はい。 ねえ、Facebook も今見たら、やられてるじゃないですか。やられてますよね。はい、やってます。そういうのも記載ないですし、はい。ねえなんかえ、どうなのかなってちょっと思っちゃうんですけど、この、ねここのところも2行しか書いてないんですよ。はい。それもなんかひらがな混じりで、これなん,なんでかなってちょっと思っちゃうんですけど、これどう,どうですかこういうの、ご自身で。はい、あ、だから、パフォーマンスっていうか、宣伝しに来たのかなってちょっと思っちゃいます、なんか。私は真剣に来ております。でもそれ伝わんないじゃないですか。 こ資料についてはいつ出ようと思ったんですか補欠選挙いやこれにこの番組にこの番組に出ようと思ったのが、えーはい、最近でございますはいどのぐらい何日前ですかだって4週間前くらいだと思った4週間でこれだけですか選挙で勝ち抜くため全身全霊をかけて挑む志願者しかし収支計画への追求が相次ぎタイガーファンディングは虎のペースに 次回、最終は漢字が正式名称なのにひらがなって失礼じゃないですかね令和の虎はタイガーファンディングだけじゃないんですその他のコンテンツは令和の虎トラこれこれも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 